みんなこんにちは、キュアマジェスティだよ。今日は可愛いキュアプリズムのパズルをやってみよう。早速スタート。キュアプリズムのパズルをやっていくよ。これはどのあたりかな。ここか。ああ、これはここ、端っこの方から埋めていった方が分かりやすいかな。リボンがあるからここだね。こっちか。これは角だからここ、これも角だからここ、これも角だからここ。うん、角は分かりやすい。これはこっちかな。これはここ、これはリボンがついてるのでこっちか。白い部分が多いとちょっと分かりにくいかも。これはどこだろう。ここかな。これはここ、下が平らなのでこっちか。うんうん、これはここか。これは上の方だからこっちかな。合ってた。これはどこだろう。こっちかな。合ってた、合ってた。これはお洋服だからここだね。これはここ、これは左上、これはこっち、これはここ。お、もうすぐ完成の予感。これはここだね。これはここかな。これはここ。で、最後の一つ、お耳の部分はここだ。出来上がり。とっても可愛いキュアプリズムの完成。なんて可愛いんだろう。みんなもぜひプリキュアパズルやってみてね。キュアプリズム可愛いと思ってくれた人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリーよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリー。タッチしていろんな動画